茶とお菓子も美味しかったね。毎日こうやって暮らしたい。どうしたの？私の顔に何かついてる？丸。え？シャル。太った。な！でも確かに最近ちょっと食べ過ぎてたかも。だってお菓子は美味しいし、ご飯も美味しいし。お腹いっぱいになったら眠くなっちゃうから、そのまま寝ちゃったりもしてたような。それは太るわ。ねえ、このまま太って太ってまん丸になっちゃったらどうしよう。それだけはダメ。決めた。私今日からダイエットする。じゃあ残っているお菓子いただきます。いい説明文になるか今一つつかみかねてるんですよね。錬金術師のお二人なら変わったものもご存知と思いますし、そういう経験も豊富なのではないかと思ったんですが。さすがにそれはないよ。いろんなものは作るけど売ってるわけじゃないし。そう言われればそうでしたね。しかしそうなると困りました。あ、そうだ、ゆりえさんなら何か力になってくれるかも。あれだけ文章を書くの上手なんだから。そうだね、聞いてみようよ。一石二鳥だ。ホムラさん、夢を叶えたんだね。ホムホムって思ったよりかっこいいじゃん。なるほど、なかなか興味深い話だ。よう、キース。お尋ね者の錬金術師がどうした？俺も真理の追求をしていてね。いわば同志だ。なるほど、そうだったのか。思わぬ仲間だった。そこで提案がある。なんだ？嫌な予感がするぞ。ぜひ君を調べさせてもらいたい。繰り返すが、このような個体は類を見ないのでな。いや、やっぱりそれか。ちょっと、キースさん。キースさん、何を？まま、待ってこら。俺は断ったはずだぞ。真実に近づくための過程だ。協力してもらいたい。